こんにちは。本日は10周年を迎えるニューロ光のキャンペーンを紹介します。このキャンペーンでは、モニタープレステ5ゲーミングヘッドセットの3点が5名様に当たります。本日はこのキャンペーンと私の感想をお伝えします。まずはじめにキャンペーンサイトを見ていきます。こちらの動画をご覧ください。こちらがニューロ光のキャンペーンサイトになります。ニューロ光10周年感謝を込めて特設サイトとキャンペーンを展開。 変化と進化を支えるインフラを目指して、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が提供する高速光回線サービス、ニューロ光は2023年4月15日にサービス開始から10周年を迎えました。これまでのご愛願に感謝し、今後もお客様に快適さや感動を届ける通信インフラでありたいという思いを込めて、ニューロ光の歩みをインフォグラフィックスにまとめた特設サイトを開設しました。また、10周年を記念し、感謝の気持ちを込めたキャンペーンを実施しますとなっています。 こちらはニューロ光の歩みですね。そして回線数の推移です。現在はあもう140万回線ぐらいですね。すごいですね。そしてこちらがニューロ光の10周年特設サイトになっています。そしてニューロ光10周年記念キャンペーンについて。 1. 1ソニーゲーミング3種の人儀プレゼントキャンペーンゲームを楽しむために最適なソニー製品を3点セットにし抽選で5名にプレゼントしますソニーグループの最新機器と高速通信を揃えることでゲームの世界へ募集できる最適な環境を実現しますゲーム環境を一挙にアップデートしてコンテンツを最大限に楽しむことができます内容ですけれどもゲーミングモニターの inZone MQ そして p レス s のファイ5ですね えー、そして、ワイヤレスノイズキャンセリングゲーミングヘッドセットの InZone HQ。応募期間は2023年4月15日土曜日11時から4月30日日曜日23時59分。応募条件はニューロー光公式ツイッターをフォローし、キャンペーン投稿をリツイートすることでどなたでも応募可能となっています。そして、2番目ですけど、ニャーロンが送る感謝のニューロー光給付金キャンペーン。 ニューロ光りを1年以上契約しているユーザーを対象に、抽選で毎月10名、合計30名契約年数に応じた金額を Amazon ギフトカードにて提供しますとなっています。内容ですけれども、契約年数が1年から10年経過しているユーザーの中から、抽選で契約年数に応じて1万円から10万円の Amazon ギフトカードを提供します。5月、7月、9月、計3回実施する予定で、マイページ上の申し込みボタンを押すことで応募できます。 応募期間が第1回が2023年5月10日から31日、第2回が2023年7月、第3回が2023年9月ですね。第2回、第3回の日程については今後、ニューロ光の10周年特設サイトにてご案内しますとなっています。応募条件は、ニューロ光、ニューロ光4マンションを本キャンペーン開始当時時点で1年以上継続して利用していることとなっています。 以上です。いかがでしたでしょうか。ニューロ光ができて10年も経ってるんですね。当初は限られた地域でしか利用できませんでしたが、今では広い地域で利用されている光通信です。私ももう少し費用が安ければ利用したいところなんですけどね。本日の動画は以上でおしまいです。ご視聴ありがとうございました。